い、今日もそう増えてきてと思います。今日はですねシーズン6で大きく変わったパラゴンシステムなんですけど、ちらほら海外ガチ勢がマックスレベルの300っていうのがですね出てき始めました。でその中で実際問題300にどのくらいね経験値とか時間が必要なのかとか、あとはエンジョイ勢はレベルどのくらいを現実的に目指した方がいいのかとか含め、今日は最新のシーズン6のパラゴンシステムっていうところをですね共有していきたいと思います。という感じで本日も一つ目パラゴンシステム、2つ目マックスレベルで、最後まとめという形でやっていきましょう。でまず1つ目なんですが、パラゴンという形でシーズン6からパラゴンのねシステム大きく変わってて、でレベル上限が300になって、かつこのパラゴンっていうのは同一サーバー内、例えばシーズンとかエターナルってあるんだけど、同一サーバー内のキャラクターであればパラゴンレベルを引き継ぐという形になっております。レベル60になった瞬間ねっていう感じなんで、サブキャラがまあ使いやすくなったよね。1キャラ目で例えばパラゴン200まで上げてたら、2キャラ目をねレベル60にした瞬間速攻パラゴンをレベル200分のポイントを上げることができる。まあプラスねマップの地域のね攻略ボーナスとかあるんだけど、まあとりあえずそんな感じになっているので、大きく今までと違ってまあシーズン5までと違ってパラゴンをたくさんねポイント触れるようになって、かつグリフもですねやっぱりレベル上限100までありますので、非常に上振れというか今までよりかなりすごく強化の段階が上に伸びて強くなりますっていう感じだよね。でただまあちょっとボードが5枚制限があるので、まあ、そこだけね一応ねなんかその際限なくやれるっていうのはちょっとないんだけど、まあとにかくシーズン5からかなり変わって、かなりいろんな組み方ができるようになったっていうのがパラゴンなんだよね。なのでそこがねやっぱりね大きなポイントでもあって、じゃあ実際問題シーズン6っていうのはこの新しいレベル300のパラゴンシステム、上限マックスの300レベルに関しては現実問題どのくらいの時間がかかるのか、レベル300になるには。であとはレベル300ってさすがにえぐいから、エンジョイ勢ってレベルいくつぐらいをターゲットにすればいいのかっていうところがだんだん分かってきて、まあ、ロブとかもね実際問題も300になっているので、そこら辺のね海外ガチ勢の経験をもとにレベル300のマックスレベルに行くまでとか、そこら辺のですねターゲットの話を次のテーマのマックスレベルというところで、実際にね今みんなが海外ガチ勢がやったまあ、プレイ時間とか具体的な情報っていうところをみんなと共有していきたいと思います。でまずなんだけど、まあ、ロブがねやっぱ一番有名だから、パラゴンレベル300になりましたよっていうのは、まあ、X とか動画とかでもいろいろ言ってて、でロブがねレベル300、パラゴンレベル300までいったプレイ時間っていうのが184時間ですなので結構ですねえぐいという形にはなってます。でこれポイントなんですけど、ロブは184時間だよ、なんだけどロブはガチ勢です。かつ毎シーズン一定のガチ勢フレンドをパーティー一緒に組んで、パーティーで超高速周回とか効率的なプレーをしてます。なのでこれ他にねガチ勢でライカーっていう人とかもいるんだけど、海外の人で基本的にはロブは184時間だけど、他の人は普通に200時間とか200何十時間普通にかかると思うから、ロブは184時間だよっていう話が出てるので一応ねそんな感じになってるので、まあ、普通に200時間300時間かかるっていうのが多分通常のプレイヤー、特にソロだとパーティーと経験値の差が大きいのでそのぐらいかかるという風な流れにはなってくるんじゃないかなっていう風に思いますねっていう感じなので、まあパラゴンレベル300に関しては多分まあ結構長いんじゃないかなと。実際俺も今256かななんだけど、なかなか上げ幅が渋くなってきております、はいっていうところなんで、なかなかここはね300は遠いという感じです。で実際問題、ロブはじゃあどうやって184時間を使って300レベルまで行ったかっていうと、本当に単純です。効率よく、まあ、パーティーの時もソロの時もあるんだけど、レベル上げを高速周回を奈落でやってたっていう形ですね。本当に単純で、経験値が奈落はレベルが高ければ高いほど多いので、スピリットボーンで超高速周回できるティアを回ってた。で具体的に言うと奈落の
105から110ちょうど今言ってたピットの、あのレベルなんだけど、ここら辺のティアをスピリットボーンの、ビルドで行ってましたと。で、このスピリットボーンのビルドに関しては別動画で、あの高速ファームビルドというところでですね、みんなと共有は一応しているので、今実際ねこの動画でも使っているビルドなんだけど、まあ、それを使いつつ高速ファームをしてましたと。で、大体ロブは1周あたり1分から1分半で奈落のティア105から110を周回してて、で、まあ、その高速周回をしまくって、そこで、まあ、パラゴンレベルを上げていたという風な形にはなってますねっていうところなので、まず大前提としてはシーズン6バグ火力を持っているスピリットボーンで、めちゃくちゃ高ティアの奈落を高速周回するっていうのが大前提というのが、まあ、ポイントですね。それで184時間なので、シーズン7でもしスピリットボーン の, バグが修正されて、粘性の盾とか修正されて火力が落ち着いたら、まあ、おそらく高速周回できるのがティア90とか80台とかに下手するとなるかもしれないので、でそうなってくるとですね、まあ、かなり、この到達時間は落ちるんじゃないかなって予想とかもされたりしているので、結構現実問題さ、奈落の150ティアとかパラゴンの300レベルっていうのは、まあ、やっぱりシーズン3ヶ月間あるから、そこをターゲットとしてある程度、まあ、そのすぐはできないようにはなってるんじゃないのかなと。まあ、ロブとかもなんか2週間とか10日とかで、結構来てるから、まあ、なかなかね、やばいんじゃないかなっていうような感じですね。はい、多分今のスピリットボーンがかなりいかちいよねっていうような、そんな流れですっていうところなんで、まあ、基本的に300へのロブが言ったやり方は本当に地道です。本当にもうなんか特別な方法とかなくて、すごく地道にめっちゃやる毎日みたいな高速周回をという感じなんで、まあ、そういったやり方で行きましたよっていう話でした。で、これやばいのが、実はなんかね、指数関数的に必要な経験値レベルアップに、これが爆増するんですよ。で、レベル300に到達が100% というね、経験値量だとすると、レベル243の時点での総経験値量、取得経験値量は全体のたった 10% なので、244レベル以降の経験値が300に到達する全体経験値の 90% を占めると。なので後半のレベル50ぐらいが、まあ、なんていうかな、全体の 90% の必要経験値量になるので、どれだけ経験値が爆増するか分かるよねこれね。で、さらに言うと、レベル284でようやくレベル300までが 100% とすると、全体の 50% の経験値を得たことになるというような形なので、やばい。この経験値量は尋常じゃないので、普通の人だと、まあ、普通に200時間300時間かかんじゃねみたいな話になってるんですよねっていうような形です。で、なんならパラゴンレベル299から300までの経験値10億以上っていうね、ロブがね、X で上げてたんだけど、経験値量やばくねっつって、で、俺も見てやばくねっつって思って、どんな経験値量やねんっていうところでね。ちなみに今256なんだけど、俺はこれで必要経験値量が、1億6000万ぐらいですかねっていうような形なので、ハイレベルなちょっと経験値の争いになっているというか、やばいよねっていうようなところにはなりますね、はい、っていうような形です。なので、まあ、結局ここら辺を考えると、まあ、ライカーとかが言ってるんだけど、海外ガチ勢とかは言ってるんだけど、エンジョイ勢は、まあ、普通に目指すべきは、まあ、まずはパラゴンの250が1個のラインになってくるので、まあ、250パラゴンあればある程度どうにかなるから、まあ、250ぐらいをターゲットにするといいんじゃないかなっていうふうには話が出てたので、まあ250あたりをね、ぜひまずは皆さんまあ、ターゲットにしていただくといいんじゃないのかなみたいな形にはなってますねっていうところなんで、そこら辺が結構今のポイントになってきてるかなっていう感じですね。で、なんかその250と300ではもちろんね、差はあります。当然差はあるんだけど、
そのなんか世界がひっくり返るようなもうとんでもないすっげえもう莫大な差がそこに存在しているとかまではないので、まあ、とりあえずまあ一旦なんていうんですかね、そこら辺を250を目指してから考えればいいんじゃないかなみたいなそんな話がやっぱり出てましたね。まあ、とりあえずは250かなって感じですね。なのでまあパラゴンレベル300を前提にビルド解説ってあんまりないから多分まあ大体200前後なんで、まあ、250ぐらいがやっぱちょうどの、まあ、大体のみんなが目指していくタイミングかなっていうね感じです。で一応ねレベルマックスになるとなんか報酬 の、 ジャガーがあるらしくて、なんかそのパンダみたいなカラーリング の、 ジャガーがゲットできるよっていう形でロブはね X にねこんな感じの画像を上げてたんで、まあ、このなんかそのまだら模様というのなんかパンダみたいなカラーリングの色の配色 の、 やつがもらえるっていうらしいです。はいっていうところなんで、これ乗ってる人は結構なガチ勢というところにはなっておりますので、まあ、なかなかですねいかついねっていうところです。はい。でまああのあれだよね、まあ、基本的にはグリフとかも結局奈落で上げれるから、まあ、奈落周回やってるとある程度幸せにはなるんじゃないかなっていうところだけど、まあ、多分ここまで多分184時間も奈落回ってるとおそらくほぼ全てのグリフが90以上とかもしくは全部100とかになるので、まあ、かなりね、すごいことになってくるんじゃないのかなとは思ったりしますね。という感じなんで、まあ、今使っているこういうね、猛襲の高速周回用ビルドを使って、まあ奈落105から110を、まあ、200時間ぐらいやると、まあ、300パラゴンになって強くていいよねみたいな、形らしいですただそれはガチ勢目線というところなんでね、250ぐらいをメインターゲットにまずはしていただければっていうところで最後にこれをまとめていきたいと思います。でまとめとしてはね、まずロブがですね、パラゴンレベル300になったと。でシーズン6から大きくパラゴンシステムが変わってますので、まあ、300が上限で、それが、全キャラクターね、同一サーバーであれば全キャラクターに共有されますという形でサブキャラも作りやすくなっていると。でレベル300まで行くにはまあ、本当に奈落を愚直に100以上を周回するしかないと。でそのための火力とか高速周回用のビルドを持っているのは、まあ、おそらく、まあ、スピリットボーンぐらいしかいないと。スピリットボーンぐらいしか1分とか1分半で回れるような形ではないと。なんか別に俺も1分とか1分半では回れないからね普通に。なので相当な装備厳選をした、まあ、いろんな厳選をしたロブのスピリットボーンの高速周回で105から110を1分から1分半で周回して、でそれを184時間ガチで最終的にパラゴン300になると、あれですね、なんか報酬のジャガーとかももらえるし、まあ強くなっていいよねっていう形にはなっているという。まあ、ただエンジョイ勢とかはまずは250をターゲットにねやっていくといいんじゃないかなっていう形で、経験値が240後半あたりから爆増しますっていうところがポイント。まあ、やっぱさパラゴンレベル243で全体の 10% っていう形だから、まあ、大体パラゴンレベル250ぐらいから経験値の上がり方がえぐいことになるのね。なので、まあ、やっぱそこも含めて250ぐらいが一番のターゲットになると思うし、で250と300では、まあ、ライカーが言うには、海外ガチ勢が言うにはまあまあそこまでなんていうかな、絶望的な差があるみたいなのはないから、まあ、もちろん差はあるんだけど、ある程度許容できる範囲だと思うので、まあ、250ぐらいがいいっていう理由はそこでもあるよねっていう、そこの部分でもあるよねっていうところらしいですね。なのでまあ現実路線としては250をみんな目指していくと奈落をね周回してねいいんじゃないかなみたいな、グリフ上げついでに。でただポイントとしては、来シーズン大丈夫なのって俺思ってて、その今さグリフレベルがさ、レベル上げがさ、他のクラスだとなんかやっぱりどうしても780以降は結構きつくなるし、で俺のネクロマンサーとかも、まあ、90とかの奈落クリアできるんだけど、その別に高速周回できるかっていうと、じゃあ80ちょっととか85前後をやるよっていう形になるから、そうなってくるとやっぱグリフの80、90が辛くなってくるんだよねっていう感じになるので、そこをやっぱりまあね考えると、なかなかシーズン6の
本当の難易度は実はそこだったんじゃないかなっていう形でなんかシーズン6って多分シーズン5より難易度がまあ上がってると本当はね思うから、ただただスピリットボーンがまあいかれちゃってるっていうところがあるんだけど、まあなので、まあ多分本当の難易度はネクロマンサーとかバーバリアンとかスピリットボーン以外のクラスがまあ普通のなんていうかな、想定されていた難易度なんじゃないかなっていうところもあるので、そこを考えるとレベル300とかパラゴンがその300に上がる中でグリフをレベル100に上げていくとか、奈落のティア150攻略、まあもちろんガチ勢がやる範疇なんだけど、そこら辺がガチ勢がやったとしても結構現実的ではない路線なのかなって思ったりもするので、そのなんか現実的ではない路線でそもそも設計されているとしたら、ちょっと不満はやっぱ出るよねとは思ったりもするよね。まあ、結局さ、スピリットモン以外でパラゴンを300にしようと思ったら、おそらく攻略できる奈落のレベルがかなり違うので結構厳しくないみたいなのが話としてはもちろん出てくると思うし、でその中で今より多分ロブがやったその184時間とかより圧倒的にまあその時間は上がったりするだろうし、で現実的な攻略範囲っていうのがちょっと見えないし、今はパラゴンとかの粘性の盾とかねの濃度がバグってるから、バグ火力でスピリットボーンが奈落150クリアできるけどみたいな話なんだけど、そのシーズン7どうするみたいな形にはなるので、そこら辺とかもね、まあ、やっぱり結構気にはなってくるよねっていうところなので、さすがに攻略不可のレベルだったら結構しんどいと思うし、今スピリットモンをみんな経験してしまってる人が多いので、その経験をもとに結局いろんなものが下がっちゃうと、効率とかがね、体感下がっちゃうと厳しいのかなっていうか、ちょっとだるくなったねって思われがちに、なってしまう可能性が高いので、そこを考えると結構ね大変かなっていう風な調整がね、シーズン7のって思ったりもしますね。まあなんかいろいろこういう風に作りたいっていう運営側の意思はあれど、結局もう出しちゃったもんはしょうがないからねスピリットボンね、でこんだけ強いっていうのはもう感じてしまっている人が多いからしょうがないから、そこをどういう風にうまく着地するのかな、シーズン7はというところで、結構ね、膨大な数字がロブとかいろんな人が300になったことによっていろいろ見れてきたんだけど、その結果シーズン7これ大丈夫かっていうところにね結構思ったりしてるので、どういう風な調整するのかっていうのは結構興味はあるし、結構心配ではある。これ大丈夫かなみたいな。シーズン6は初めてのスピリットボーン DLC で楽しくやってて楽しいんだけど、でも実際問題ね、これシーズン7スピリットボーン弱くなって現状維持の奈落の強さだったら、ただただ俺たちがまずくなっただけで、確かにバグ火力ではあるんだけど、でもそのまずくなるっていうナーフと同じ状況にはなってしまうので、バグとはいえどそんな正論気にしないので、普通のユーザーっていうか、別にそんな仕事みたいな感じでやってるわけじゃないから、ガチガチにね。でさらに言うと、バロラントとかストリートファイターじゃないから、そこでガチ PVP の甚大な影響があるみたいなのは特にないので、そういったところを考えると、ある程度粘性の盾とかナーフは仕方ないと思うんだけど、ナーフっていうかバグ修正ので結局力が弱くなるっていうのは仕方ないと思うんだけど、だったらある程度火力高めに設定しといて奈落250まで伸ばしたらとか思ったりするんだけどなんかわかんないけど、ちょっとねこれ大丈夫かなみたいな、わかんないけど調整めちゃくちゃ難しそうみたいな、解決策が俺みたいな素人では見つかんないよねっていうぐらいのレベルで、今のこのシーズン6の状況からのシーズン7の調整めちゃむずいよなって思ってるから、どういう風にロッドが作ってくるのかっていうのはめちゃくちゃ興味はあるかなっていうところなんでね、ぜひみんなのねご意見感想も聞かせていただければ嬉しいなって感じで、今日はね実際にロブがパラゴン300に行って
でいろんな人もねいろいろこのパラゴンについての動画とかも出していたので、そこを含め、まあ、現実的な路線であったりパラゴン300への、行き方っていうところもですね、共有していきましたので、で、まあ、ビルドに関しては一応動画詳細欄に書いてありますので、高速周回用 のケペレキ猛襲なんで、まあ、それを使っていただけるといいのかなっていうところで、今日はこの辺にしておきたいと思います。パラゴン300、まあ俺はシーズンが終わるまでに行ければいいかなむしろ行けない可能性も全然あるということでね、本日はこの辺にしておきたいと思います。それではね、皆さんまたぜひ次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。それではバイバイ。